はいこんにちは国際不動産エージェント IPA 鈴木ですいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録をお願いしますね今回はズバリ直球なテーマでいきます俺の時間はただじゃないですその心は俺にとって人生で一番大事なのは時間だから俺の時間を使うのならそれなりに対価を支払ってもらいます その対価はお金じゃなくても構いません。情報でもお友達でも良いし、あなたの人格でも良いです。あなたが一緒に時間を過ごして楽しいと思う人であるなら、私はお金以上の価値を認めますし、喜んで自分の有限な時間を差し出します。人生で一番大切なものは時間。これは間違いないです。 人間誰しも生命は有限ですし人生の中で一度費やした時間は二度と戻ってきませんもちろんお金も大事ですけれどもたとえお金を失っても時間があって自分の脳みそと体さえ動けばお金を再び作ることはできますが時間の場合は新たに作ることができませんおおよそ天と地の間にあるものはすべて 太陽からいただいたエネルギーが姿を変えたものであり、そしてどこかの人間が費やした時間が姿を変えたものです。私たちの多くは都市に住んでいますが、普段使う鉄道も道路も公園も建物も、上水道や下水道のシステムも、警察や病院、学校や銀行のシステムも、文化も娯楽も、 これまで生きた人間が労働あるいは遊びという形で人生の一部である自分の時間を使った結果今私たちの目の前にあるものですそう考えると人間の時間こそが私たちが生きていくために必要なもの全てを生み出す源泉と言えます時は金なり という言葉があります私は44歳の時サラリーマンを辞めて独立事業主になりましたがサラリーマン時代に比べるとこの言葉を常にリアルに感じています私たち経営者は自分の自由な時間をお金に変えていかなければなりません一家4人を食わせて学校に通わせる社員と自分の給料事務所家賃 旅費滞在費、広告費、税務申告費等々を捻出し、創業運転資金の元本利息を返済し、さらに利益を上げなければなりません。まあサラリーマンも会社組織を通じて、間接的には労働時間を給料に変えているわけですけれども、事業主の場合、毎月決まった給料が振り込まれるわけではない。 自分で動いて売り上げを上げなきゃならないし、そのために使うリソースはとりあえず自分の時間しかないわけだからリアルなんですね。それだけ聞くと金の猛者みたいに聞こえるかもしれないけど逆です。私自身、金にならない仕事は一切しない。金払わない客とは一切付き合わないとドライに割り切っているわけではありません。むしろ逆で、サラリーマンよりずっと えー、当面、金にににななりそうもいいことに贅沢に時間を使っています例えば、将来、商売になるかもしれない海外出張に出かけたり、将来、ビジネスパートナーになるかもしれない方々との面談や飲みに行ったり、えー、不動産仲間、古民家再生仲間とか、旧地の友人に会いに行ったり、これまで行ったことのない町を歩いて、地元の方々と話したりなどなど。 まあいろいろありますが金になる云々はともかく私が有意義な時間の使い方だと思うことをやってるんですね何をもって有意義だと感じるか結局は相手あってのことです例えばこういう相手なら私はいくらでも喜んで自分の時間を使います一緒に時間を過ごして楽しいと思う相手 情報交換して有益だと思う相手、自分をさらけ出して本音で付き合える相手、自分を大事に思ってくれる相手、反対に価値観や感性を共有しない人間とか、つまらんやつ、面倒くさいことを言うやつと一緒に時を過ごすのは結構大変なので、私の時間を使うならせめてお金を払っていただきたいです。 そして中にはいくら金を積まれてもパスしたい人もいます。例えば、私を人格として尊重せず、自分の都合を押し付けてコマみたいに使えば良いと思っている人。相手の時間がタダで、対価を支払わずにいくら使っても良いと思い込んでいる人。特に自分のやってることが正義だと信じ、その目的実現のためなら、相手に何しても許されると思っている人。 正義ごっこしてる人って困りますよね。私が世界一嫌いなタイプです。例えば、モンスターペアレントとか、独善的な社会運動家とか、いろんなタイプがあります。要は、お友達にしたくないタイプ。お金払わない、有益な情報も提供しない、性格悪いの3拍子揃ってますから、結局誰にも相手にしてもらえなくなります。逆の立場、つまり、 自分が相手の時間を使わせてもらうときも全く同じことです。本質的にただではない相手の時間を使わせていただくにはどうするか、私は常にそれを考えています。時にお金で解決することもありますけど、多くの場合、私は自分の人格や情報、スキルやネットワークを武器にして、非金銭的な対価のやり取りをしています。要は 鈴木さんはいいやつだから、信用できるから、面白い情報を持ってるから、付き合っててメリットあるから、そのように相手にもらえる、思ってもらえるかどうかが勝負だと考えてます。今は YouTube やってますけど、ネットを通じて鈴木さんと会いたい、話してみたい、この人と一緒にいたい、と思っていただくために、日々勝負をしているわけです。 YouTube を通じた皆様との出会いを大事にしていきたいと思います。ということで今日のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。さようなら。